やりますか。はい、お願いします。はい。はい。今週もありがとうございました。ありがとうございました。ね。今日は、なんかね、可愛らしい。女の子だらけという週でしたね。本当に。ありがとう。ありがとう。そんありがとう。梅ちゃん。あ、龍一さんね。梅田さんにね。ありがとう。してくれてありがとう。プロデューサーの愛さん。ありがとう。ありがとう。ね。 はいさんもありがとう曲みたいなんかね、うん、本当にね、はい、楽しかったですねずっと言ってましたもんね会いたい会いたいって阿部真央さんね、はい、いや会いたいのね <laughs>、うん、いやなんかよかった いやーあのねでもね本当に先週この番組が終わってすぐ僕は飛び出して東京ドームに氷室京介さんの「ラストリグス」を見に行ったじゃないですかそうでしたそうでしたでやっぱりいわゆるもう氷室ですよもう終わっちゃって 2>、はい、僕2回公演行ったんですよはい土曜日行って月曜日も行ったんですよ <laughs> はい、はい、でまあ本当にねえー、ともうその全てをぶつけられたかのようなライブですよ、はい、はで そのやっぱ一つの時代がこう終わったなと僕の中でも思ったんですよ思えば小さい頃ケンタッキーでですよはいそうなんですよねはるばる日本でじゃなくてそう、うん、でもうだからエアロスミスとかの方が近い存在なわけですよなのにって何がなのに、はい、まさかの日本、ね、どうってそ,のそもそも知ったんですか じゃあ氷室京介という、うん、ボーイというだからケンあのさアメリカってさすごいそのなんていうの日本人って3年から5年でだいたい駐在のサイクルで入れ替わるわけですよ。うちみたいに12年とかいたのってすごい珍しいケースであ長い方なんです、ね、僕はだから同じクラスメートをこう見送る側だったんですよね<ー>ずっとみんな帰ってくから寂しいで。それで新しい人が来たりとかして。で,でうちの兄の兄同級生で 服部君っていう人がいたんですけど <laughs> 細かくありがが、とうございますその高校生だからちょうどそのボーイを聞いててこう、まあいわゆる輸入したっていうケンタッキーにボーイを持ってきたみたいな人でみんなが聞いて「それ<て>聞いたことあるぞ」ってのもあったし「なるほどね」ってえ「じゃあどうなの?」って今はっつったらボーイ解散してると、うん、で、それぞれソロでやってると後袋、はい、さんと氷室さんとね 高ささんんんとと松井松さんといるわけなんですけど、はい、でやっぱこう帰ってくるわけじゃないですか日本に。でそこでずっとしばらくライブやってなかったんですけれど、はい、94年ぐらいを最後に木、はい、室さんは。えー、で98年にあの横浜スタジアムでライブをやるっていう時に、うん、僕がチケットを取りその当時、はい、アメリカにいたに 兄がもうその時期に9月だったから帰ってきてるだろうと思って2枚取って、はい、うちの兄と一緒に横浜スタジアムを見に行って以来。 お,おちけいさんさお兄様と一緒に行かれたんですかだから大体ボーイの氷の室さんの「要所要所」のライブって俺兄ちゃんと見てんの、ね。えー、あそれもなんだかいい兄弟の思い出じゃです、ね、そうだからその次に見たのが98年が終わって2000年のツアーでもう,もうこの時はもう仕事してたんだけど僕も周りも。えー、でそこで名古屋で見に行ったんだけど、はい、そこで楽屋で氷室さんが出てくるって話になって、はい、絶対出てこないんだよあの人うんうに、うん。 だけど出てきて生氷恭介ですよふわーっとこうお疲れみたいなもう至近距離でもう超至距離もう俺ら二人も超固まってるみたいお兄バキバキみたいなでこうなんか久しぶりみたいな感じでいろんな人と話してるわけじゃんはいはいそんななんかいわゆる打ち上げとかってじゃなくて普通の感じだからえあうんうんうん あ,あ何来たのとかあ「今日どうするんですかこの後あと」今日はもうちょっと打ち帰るよ」みたいな感じでああもうそ,そうかもうか「あフェラーリ運転して帰るんだ」とかうそういう <laughs> そういう,、ね、そういう妄想ばっかりですよ。もうでも話しかけてなくてもうもう,もうパッサパサなの口の中とかが <laughs>、ね、緊張しすぎちゃって、えー、でそれで日村さんがふっとこう振り返って「えーうん、僕らは今日だよ」みたいなんかすげえさ2人似てねみたいな感じで言われて。 俺らのことが神が俺らのことを口にしたみたいなこっち見てるなんか言ってるって言ってきてくれてきょうなんですよって兄ちゃんがすかさず「兄弟なんです」みたいな「あそうなんだ」とか言ってにしてはすげえ似てるよねみたいなんかでもぶっちゃけ嫌だとか思ってんだろとか言われたのがもう一字一句一字一句全ミはそのままなんですね本当にもう一字一句そのままそのまんま。 そう<ー>でまあそこからもうずっとライブ見てきて、うん、もう全部見てますよ正直全てのツアー。ーで今回。今回もじゃあお兄さんもって行かれたんですかだから行く予定だったの。土曜日は<ー>兄ちゃんと だからその震災の時とかもボーイの曲やって復興支援でやってるんだけど東京でその,時もその時も兄ちゃんと一緒にいたし、うん、2004年にやったボーイ VS 氷室っていうあのライブの時も兄ちゃんと一緒に行ってたし、うんえー、じゃあここお兄さんも残念でしたねだからねなんかしまった感じがしないんですよね <laughs> うちの兄貴がいなかったから <laughs> なんだおすごい可愛いい音だ, <laughs> だからねまあそんな話だったんですけれどねそうかじゃあその、まあ、隙間というかね 悲しさを安倍真央さんに含めてくれたんですねそうなのよ <laughs> まさしくだから今日ここで安倍真央さんに会ってなかったら俺は来週いないかもしれないうどう生きていったらどうてもしかしたら僕は日室がひどすぎてちょっと番組休みますぐらいのことを相談しようかなぐらいの、えー、でも安倍真央さんが来るって言うんで僕来たんですよ,よかったっ安倍真央さん来てくれて本当よかった <laughs> <laughs> そんなんだったんですねだからもうあれですよあの最初にこう見たものが親だと信じる ひなどりのように。ああ、はいはいはい、はい。もう今日から、氷 <laughs> 室さんの代わりが安倍真央さんになる。え、やだー。<laughs> やだって。<laughs> ちょっと、な、そうですか。うんー、今日さ、なんか、ほ、本当最初、お茶屋さん全然見なくて。安倍さんの、安倍真央さんのこと。今日はもうおしまい。<laughs> すごい面白かったです。はい、おしまい。はい。